はいどうも、こんにちは。アミーゴのケイタだけです。ということで、今日ですね、サムネにある通り、ちょっとね、2点ご報告がありまして、なんでね、このタイミングでちょっとね、ご報告をね、しようかなって思った背景としましては、今、中野がこちらのチャンネルで、今ね、チーム作りをね、する過程をね、乗っけてっている中で、で、ケイタくんは普段何してるのってね、最近会う、経営者の方だったりとか、まあ、アミーゴのね、ファンの方にね、結構いろいろ聞かれるんで、それについてね、そういえば喋ってなかったなっていうところもあってね、報告動画撮らせていただいております。では、やっていきま、ちょっ。アミーゴ。これはい。で、まあね、2点ご報告があるんですけど、まずね、1点目。これはね、結構、僕のインスタ見てくださってる方とか、まあ、アミーゴのね、渡井正樹選手との、シュート企画、見てくれてるね、方はね、知ってるかなと思うんですけど、ケイタね、スクールを始めました。毎週木曜日、聖光学院中学校、高等学校のサッカーグラウンドで、2、3年生、小学生2、3年生対象で、まあ、レベルアップスクールって感じでね、スクールをね、やらせていただいておりました。今ね、毎週、10名前後のね、生徒さんが、まあ遊びに来てくださってて、まあもちろんね、2、3年生なんで、めちゃめちゃじゃあ、ハードにトレーニングしてるかっていうと、どちらかというと、まあ体の動き方だったりとか、まあサッカーの基礎の部分みたいなところをね、まあ教えさせていただいて、サッカーを楽しく、まあ高学年に向けて準備していこうよって形でね、やらせていただいております。で、まあ、定員がだいたい20名から、まあ、多くても30名ぐらいかなって考えてるんで、まあ、あとほんと十数名で、そこはね、締め切ろうかなとは思ってるんですけど、そこが木曜日が満杯になったら次はね、第一候補としては、土曜日の午前中、毎週ですね。まあ、ここはね、どっちかっていうと、ゲーム形式主体で、例えば、今後ね、高学年に上がるにつれて、まあ、セレクションとかね、いうのが増えてくると思うんですよ。まあ、そういうところで、普段やってないメンバーと試合をしなきゃいけないみたいなね、ところもね、すごい増えてくると思います。なので、まあ、普通のスクールだったら、個人が上手くなることをね、目指すと思うんですけど、この土曜日、まあ、今後ね、いつ始まるかわかんないんですけど、始めるにあたっては、そういったセレクションだったりとかで生きるようなね、ゲーム形式をやれたらなとは、思っております。まあ、今現状はね、木曜日だけなんで、もしね、ご興味ある方は、概要欄から、僕のインスタか、LINE の方に連絡くれれば、詳細送って、まあ、本格的な受け入れは9月からなんですけど、やっていければなと思いますんで、よろしくお願いします。が、1点目。2点目。こちらですね、アミーゴケイタ。IAI プレゼンツ2023。S リーグの公式アンバサダー、カッコ仮に就任させていただきました。カッコ仮です。こちらはね、どういうことかと言いますと、まあ今ね、こちらポーン説明出てると思うんですけど、今ね、静岡県内でジュニア世代の最高峰のリーグ戦がね、昨年から始動しておりまして、そちらのね、公式アンバサダーとして活動させていただけることになりました。で、まあ活動内容といたしましては、もう僕がね、実際に、いろんなチームをね、回っていって、取材をして、動画を撮って、どんな練習をしてるのかみたいなところのね、取材をして、YouTube に、公式 YouTube に上げる。そこまでをね、一貫して僕がやっていきたいと思います。実際にね、もう、2チーム、密着してね、動画も完成していて、公開がね、7月の30日を予定しておりますので、まあ、こちらもね、概要欄にありますので、そこをね、ぜひチャンネル登録して、静岡のね、ジュニアサッカー結構盛り上がってるんで、そこもね、ぜひチェックお願いいたします。てな形で、まあ、アミーゴケイタね、アミーゴ以外の活動で言うと、この2点を、まあ、今はね、力を入れてやっていて、で、今後ね、あと、2個ぐらいかな、まだちょっとね、公表はできないんですけど、まあ、水面下って言ったらちょっとね、言い方、あれなんですけど、まあ、動いてて、皆さんにまたね、じきにご公表できればなと思うことがね、いくつかありますんで、まあ、そちらの方も、ぜひ、楽しみにしていただければと思います。てな形でね、まあ、ちょっとね、今日はサクッとご報告だったんで、またね、アミーゴですね、1万人に向けて、現時点で、
残り200人前後というところで、まあ皆さんのね力もありやっと1万人が見えてきたところなので、ぜひチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。てな形でまた次回の動画で。